大松エミは、日本のユーチューバー、元笑いタレント。愛称はエミリン。兵庫県赤市市出身。身長158センチメートル、体重58キログラム。元有ー所属。現在は、無所属で、芸人時代からお世話になっていた通称 T 君を、はじめとした裏方メンバーに支えられながら、フリーで活動している。父と姉が警察官、母も、 元警察官という一家の生まれ、母の出身地の兵庫県という岡市で生まれ、その後神戸市に移り、3歳の時から赤石市に住む。兵庫県立赤石高等学校を経て、立命館大学卒業。中学生の時は吹奏楽部でトランペット担当、高校生時代はマネージャーとしてサッカー部に入部。中学生時代は AKB48 に入りたい、夢があったという。 子供時代は人前に出ることとは無縁で一人でいることが好きな性格だった。18歳の時に沢城美雪の影響で声優になりたい夢を持ち始め、19歳の時に声優養成所のオーディションに合格するも、どうせ熱しやすく、冷めやすいあなたの思いつきと、親から反対されて声優の道を断念。その後20歳の時には、夢はアナウンサーに変わり、 アナウンサーを目指すことと人前に立つための下地を作るために全国のミスコンを受け大学3年生の時に有田美観大使に選ばれて活動するその後ニュースキャスターを志望し自分でアルバイトをしつつアナウンススクールに通い福田綾乃の動画を YouTube で見ていてたまたまたどり着いたアミューズオーディションフェス2014のメッセージ動画を見たことをきっかけに同オーディションに応募 大阪会場代表になり、いざ最終審査会の会場へ行ったところ、見えたのは可愛い子ばかりで、自分の中で、これは無理だと思ったことから、出場当日に内容をバラエティに変えて出場。ミュージカル風やアニメ性で童謡を歌うという芸を披露し、応募総数32,214名の中から、バラエティタレントキャスター部門賞を受賞し、 アミューズ時代は、アミューズの最終兵器を自称していた。家族には、最初、芸人としてデビューしたことは内緒にしていたということで、両親は、オーディションは、キャスターとして合格したと思っていたということだったが、大松本人が動画をツイッターにアップロードし最多で、約10万人のリツイートがあったことで、これを知った親戚から親に、娘が芸人をしていることが伝わったという。 なおその後も親から芸人活動を反対されながらも、替え歌などの破天荒な動画をネットにアップし続けている。その後芸人としての活動の不振の一方で、ツイッター投稿の動画が話題となり20万人のフォロワーを集めるようになるが、月収が2万で、また芸人時代ずっと泣かず飛ばずだったこともあり、2018年にアミューズを退社して普通の社会人になることを決意。 クリエイターではなくユームの社員としての面接を受けるが、面接官にもったいない1年だけやってみて、目が出なかったらやめたら良いと促され、2018年9月5日、公開の自身の YouTube チャンネル、エミリンチャンネルにてユームへの加入を発表。11月より本格的に YouTuber として活動している。その後2020年6月1日に、 有無退社を発表し、フリーでの活動に行こう。事務所に所属していると、仕事関係はどうしても事務所を通してのやり取りになるので、一緒に仕事をする人たちの顔が見えないことに、もどかしさを感じ、お互い顔が見えるところで一緒に仕事がしたかったということが退社の理由だったとしている。2021年1月8日、自身の YouTube チャンネルにおいて、 2020年12月29日に撮影した動画で視聴者や撮影者に対して不適切な言動や表現があり動画自体が炎上する騒動に発展したとして謝罪した。これを受けて1ヶ月間にわたり活動を停止したが2021年2月4日に活動を再開した。2021年5月3日放送分のしくじり先生俺みたいになるな。で、 人の意見に流されて、声優、アナウンサー、キャスター、お笑い芸人と、やりたいことをコロコロ変える、不思議ちゃんキャラで活動したが、当番組で、不思議ちゃんキャラの先輩である、小倉優子の不思議ちゃんキャラに押しつぶされた授業を見て、絶望する、親身になって、自分のことを考えてくれた。事務所を、一方的に辞めてしまう。最初は、YouTuber をバカにしていたことを告白した。 アベマ版では2021年の春から一番最初になりたかった声優を目指し声優養成所に通うことを発表した趣味特には食べ歩き野球観戦早口言葉高校生の頃指原里野の握手会に行ったことがある駅前での挨拶運動を行い挨拶運動で全国ツアーするのが夢と話していたこともある大松自身が 東京ディズニーランド好きであることから、ディズニーランドのキャストの新人とベテランの違いとして、キャストのモノマネネタを演じたり、世にも奇妙な物語、情熱大陸のテーマ曲に歌詞をつけて、西野カナのような恋愛ソングに変えて歌うなどのネタを披露している。ネタによっては、ラブライブに出てくるステージ衣装を着て演じることもある。芸人時代は、エミリン星から来たお姫様という、 いわゆる不思議キャラで活動していたこともあったが、もともとキャラ芸人としてやっていきたくはなかったという思いが強かったことと、このキャラでなんとか売り出したいマネージャーとの温度差が大きかったということを辞書で明かしている。また2020年現在では、ネタ系以外にも爆食、ファッション、化粧品紹介等の動画も上げている。エドナはエミリンがプロデュースをしているアパレルブランド。 ピクサーのアニメ映画、ミスター・インクレディブルに出てくる世界的なファッションデザイナー、エドナモードという登場人物の名前が由来、スーパーヒーローたちのスーツを作っていることからこの服を着るとみんなもスーパーヒーローになれるという思いが込められている。ダサいと言われない、等身大で、普通の服で見る人が見たらオシャレと言われるような、つまりちょうど良い服を作りたいと思ったのがアパレルを、 始めたいと思った理由。以前までおしゃれに全く興味がなく、服は全部ただの布で自称おしゃれアレルギーだった。それは周りからの批判から来ており、周りの環境が変わることにより、おしゃれに正直に生きようという思いが強くなった。DM で以前の自分と同じ悩みを持っている、自信のない子たちに、ファッションは楽しいということを共有したいと語っている。YouTuber ヒカルの紹介で知り合った株式会社スンブラン代表取締役社長松田アマネとタッグを組み最強の夫人で制作しているエミリンに関するカテゴリーありがとうございます。